島村老茶保は、埼玉県桶川市に所在する商家である。桶川塾の旧、中仙道添いで茶の販売を行っており、創業は1854年。同年に完成したと推測される母屋と、1926年に完成した中仙道に面する店舗は、2020年に国の登録有形文化財に登録された。2021年現在も、 丸木島村老茶舗の現役店舗として使用されている。紅花商人の木、島屋玄玄門の次男として1827年に生まれた七兵衛は1854年に独立し、家屋と土蔵を構えて商売を始めた。屋号は丸木といい家業の紅花に加えて茶と紙も扱った。1926年には街道沿いに木造2階建ての店舗を新築した。 2018年には、旧中仙道拡服のため、5メートルを組まった位置に、移す英家が行われた。2020年4月3日には、下村楼茶穂店舗兼、主屋として国登録有形文化財に登録された。桶川塾の旧、中仙道沿いに残る登録有形文化財は、下村家住宅土蔵、竹村旅館、小林家住宅主屋に次いで4件目である。は、 木造2階建ての切妻作りで、屋根は三カワラ内部は建設当初の姿をよく留めており、欅材の大黒柱は6寸5分の太さがある。2階の客間には、床の的は木床があり、床柱には紅葉材が使われている。通りに面する窓は、外側のガラス障子との内側に障子を設けた二重の作り。完成当時は2階の窓に、 鉄製の格子が取り付けられていたが、1943年の金属類回収令により木製のものに付け替えられた。店舗は現在でも通常営業しており、店内での商品購入は可能であるが、見学を目的とした一般公開は原則として行っていない。店舗の奥には木造平屋建て入りもや作りの大も屋が続いている。建築年代は7年と伝えられるが、 胸札が残っていないため正確な建築時期は不明である。屋根裏には枠木が使われ、床柱には杉の絞り丸太が使われるなど貴重な材料と当時の建築技術を見ることができる。ありがとうございます。